お疲れ様です。今日はですね、こちらのロフグデッキやっていきます。さあ、珍しいね、弱い方の金髪がいますが、このデッキだとね、めちゃくちゃ輝きます。はい、まあ、今の環境ね、ちょっとエレジャイが多いっていうのもあるんですけど、このババがね、なんかまあエレジャイ以外にも意外と良くて、なんでだろうねなんでかって言われるとまだむずいんですけども、まあ、ちょっとね、使われない馬場ですけどね。はい。今季は参る可能性があるっぽいので、さあやっていきましょうか。そしてなんとね、アーチャーとロイフグ両方います。これもまた珍しい。どっちかやんっていうね、この立ち位置的には。まあ、どっちかいればいいやんっていう感じなんですけど、さあ、アーチャーとロイフグ、どっちも入ってる。そして今回の相手は、間違いなくこのデッキがカモとしている。そんな表現は良くない、良くないんだ。エレジャイが来ましたね。さあ、このデッキはボコボコにしたいですね、エレジャイを。なのババが強いんでね、ババとロケオが強いんでね。さあ、ちょっとなんか両サイええ感じに攻めれるとね、なおいいかなと思って、ゴブリンも追加して、いや、ゴブリンがだいぶ刺さってますよ。さあ、あのゴルナイの受けはマジでね、おいい、いや、ここでロフグ切ると熱いし、なんならロケ砲残んない方がいい。これ近畿できないんじゃない？いや、マジでやめてほしい。しなかったらすごい熱い。あー、早すぎる衝撃いいんだけどね、衝撃早いのめちゃくちゃいいんだけど、早すぎたよ、お前は。さあ、これもロイフグでよかったな。ちいらんかったっす。さあ、さすがに、ブタクエイクまで行っちゃって、ダメージちょっと稼いでもらって、まあ、エレジャイ来たらババンで守ればいいんで、まあ、突破される唯一のパターンが、エレジャイ、ゴルナイ、タルババっすね。ゴルナイのダッシュも当たりながらの、タルババでババンも溶かされると、ちょっと痛い。そこも一周いっちゃおう。ロケ砲までいっちゃう。贅沢。いやー、このロケ砲がいいのよね。しかも、ババがいるんで、もう、早めに溶かしてあげちゃうって。おい。で、レスピで固まらせて、カウンターもちょっと阻止しながら。あのゴルナイはね、やばい。まあ、でも、これ突破できないんですよね。さあ、マジで。ババ対決。こんなにババが輝くとこあるんだっていう。過去一ぐらいでね、輝けます。そして、ロケ砲も強い。どっちかが柳雨で行かれても、どっちかが残るみたいな感じでね。さあ、もう、ちまちま稼ぎに行こう。で、これさ、止まらんくね、普通。止まらんでほしい、まあ、願望ではある。いやー、これ樽だったな、間違いなく。あ、でも終わりそうっすね、次のあのグエイク回せば。さあ、まあ回転も早いので耐えてグエイクで終わりかな。さあ、まあエレシャイが今環境入ってるっていうのもあるんですけど、まあ環境入ってるのに勝てるのはでかいですよね、単純にね。そしてあとは2枚積んでるんで、まあ、柳雨持ちだとか、まあ、ポイズン持ちだとか、ファイボー持ちだとか、まあ、呪文持ちにもどっちかが生きてくるよねっていうデッキですね。しかもあれか、このデッキチャンピオンが入ってねえから、だいぶいいな。なんか色合いも綺麗だしね。虹みたいな感じで、いろんな色あるし。これ、親衛隊ロイフグかな。同じパターンもあるっすね、ちょっと。え、アーチャー、それさ、固まる？セパらんの？何これ？あんなので一体何これ？マジ変なん来たっすね。変なん言うてもうてるけど、なんだこれ、死にてるぐに、なんだこれ、本気で、本気でなんだ、
まあでもヤナメとロイフグ入ってんで、うん、嬉しくはないね。だいぶだいぶ嫌なデッキだけど、相手のロイフグ俺のババで守れるから。うわー、禁忌されそう。いやー、ミスってる。でかい。しかもこれ、あー、ファイブだったらでもやだな。うーん、思ったより右が入ったな。豚3匹強えな。さ、ガチ親衛隊ローグっすね。あ、でも親衛隊ローグで、分かった。エレジャイ用だ。もうみんな、脳の半分エレジャイ。なんなら、ハッチュヘグル、ハッチュヘグルがエレジャイだな。対エレジャイ用にトリトになってんだ、なんかが。ゴルナイとかの枠かな。さあ、これでもうどっちかが残るのはでかい。逆にどっちかしか残んないっていうのもあるけど。まあ、楽するか。いや、待って、痛いって、それ。え、入りすぎガチ。しかも右サイドやし。これも相手の呪文が苦しければ熱い。ファイボなんかい。そこはヤノアメタルババだれ。なんでファイボと両方入ったの。贅沢すぎるやろ。ちょっとだけ許容しちゃう。んー、いや、入りすぎ入りすぎ入りすぎ。やばい、それ。いやー、怖え。いや、ちょっと入るのでかいな、これ。マジ、え、結構入るな。全然ちょっとじゃね。いやー、いいエムしてねえな。エム悪すぎるな、なんなら。やべえ、アーチャーに当たってる。でっかすぎー。なんでやらないかね。いや、今のに勝つのはでかいな。やばいか。ヤナメタルババとかファイボタルババあるんですけどね、やばい、なんか嫌だったな。よし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 。でも勝てるんだ。あっちゃロキ方ね、両方行かれてたけど、まあどっちかは残ってくれるよな。お、クロスっぽいね、あなた。フェイク温存するか。
これロッキー砲だったらなんかやだな。マスキ26だまさかの 2.6 来た。いやでもやだな、ファイブウッド対応しよう。だいぶ苦しいなこれ。うん、これキング起動されたくないんでやられていいっていう。よしよしよし、よくやられた。え、めっちゃと取っとるやん。うわーマジで最悪だ。無料キング起動させてあげた。いやでもだいぶ入りそう。あれなんか思ったより入ったな。さあこれはまあ最強がアーチャーなんで、アーチャーウッドで耐えるのと、まあ、逆線にロキホーシャーなしで流すかぐらいの感覚っすよね。思ったよりアド取ってんのか。相手がなんかすげえ、もっとこうスキルとかアイスピードとか出してくるイメージあるんだけど、僕って。だいぶ控えめっすね。ん、アーチャー入りそう。エイムがいまいち。いや防衛がいいねバババさよなら。あーそれ強いや、大砲で終わる。いやでもそれお経が、うわー熱い。しかも残りそう、残るや。いやーいいスーパー、この絶妙な残るや。ですよね。さあかぶったからこそのファイボ待ち。高めババ、これ絶対突破されねえ。おぶねえ、突破されそうだった。いや問題はこれこっからやべ。お、色気が入るのやば。ね、ガチでこれ熱いな。ババ強え、ガチで。やばない。ババの踏ん張りを。いやマジ負け筋このクイック。あ、まあそんなルート調整。あ、やばいそれ。本気で。あせあせあせ。相手もタワーに巻き込みたい顔してるっすね。あ、しれ。危なすぎるマジで、本当にさっきからこんなんばあや。よし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 。いや26でもだいぶきついなこれ。だいぶきつかったけど、ババ頑張ってた。マジでこれは本気でババのおかげまである。まあ大砲とかだったらもっと楽なんですけどね。まあそれは言うなって感じっすね。さあ地獄剣みたいな名前だな怖っ。
さあクエイ君もちょっと、あーまあ何でもあるよな、広いんだよな、アーチャーは今の環境。あーエリジャイです。はい、全然広くないです、しかいないんだよこんな。うん、さあとりあえずのんびりいっか。取れに来るかな。お、あーマジ取れに来るやん。さあ耐えれる。トレネ使ったんで一旦攻めたくて、一旦攻めたいな。で大砲、よいしょ、ロケオの拡散でダメージ稼いでいく。いやこの拡散も強いんでね、これ大事。この毎回100とか、それこそこれ 200? え今何枚いった400? ちょいか、エグ入る。このダメージすごい大事なんでね、てかホグと一発ぐらいの価値あるんですよ、あれあれでホグと一発よ。みんなだいぶ無視してるけど、ホグの一発やばいか。うわーこれガチでどうしよう、トルネグルナイ来る。まあでも耐えたい、もうどうにか耐えたい。うん、余裕で耐えれる。ここはねちまちま行こうか。さあロゲホー支援め、これいいね。ロイホグまあ正直あんま刺さんないから意味ないやんってなるんですけど、このロケホーが残るだけでね話がまた違うんですよね。このねいいロゲの人やっちゃったかもしれない。君やってるね、やばいやばいやばい、どん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 自分から、あー痛すぎ。さあでもゴルナ今使ったね、お兄さん。うっそれやばい、いや全然やばくねえわ。余裕で守ります。ロケモンもバボンも何でもあります。こんにちは、まあ、めんどくさいのはゴルナイだけ。ゴルナイ以外にはガチ突破されないんだよ。はい、多分突破されません。はい、あゴルナイ来た、これ突破されます。おい、さあこれは相手もにっこりグッドゲームです。ちなみにクエイクだと3周はちょっと遠いので諦めたかな。諦めない心素敵だが、しかし延命したキノコでパーチコーン。エレジャイはね美味しいっすね。まあエレジャイが多いからこそ、まあ、こんなババが強いっていうね、まあ、事件が起きてるって感じですね。さあうわーミニミン来た、世界3位取ってるやん。ミニミンターっすね、海外プロ。アイスピアイスピマイティか。まあ、ディガポイが今いるっすね。迫撃ディガポイみたいな。まあ、攻めといた方がいいことありそうだね。だいぶいいことありそう。あー、なんか、いい雪だな、それ。うわー、簡単に禁忌されちゃうっすね。これもったいないんだよな。まあしゃあなしか。えホグなんかい、あやべババの横、これなんかババが下手でした。まあ一旦行ってみるいっぱいいるし、なんかいっぱいいるといいことねえかな。そんなマスケ強すぎん、てかなんでマスケ、アーチャーガンムシマスケット重視、これやべえな。
がに入らんやろ。うわー、えぐ。ウッド打ちよかったっすね。ウッド打つだけで400ダメージを防げるって考えると、ウッドがいいね。さあ、マイティ迫撃ホグ。まあでもアイテム食えいくか。そしたら。これ、サイド逆がいいな。でも、攻め迫撃はね、してくれないと思うんですよね、多分。逆サイロイフグの受けが。してくれるんかい。これだいぶ美味しいけど。あべ、まさかの予想外の時。さあ、マジこれが強すぎる。うわー、マスケが強いって。いやでも意外と入ってるな。やべ、終わる。あ、これやばい。これだいぶ熱いぞ。いやマスケが、あー、うまっ。なんだそのオシャンティー。あとオシャンティーだね。オシャンティーミニミンターだ。わあ、いい試合してる。勝ちてー。いやーマジもう、はい、置くのがもう。でも、うこれすり抜け。いやー、ゴブリン戻んなよ。いや、バファちょっといいぞ。やばい、あぶねえ。うわー、一発入った、やばい。うわー、しかも、ワンチャンマジ。いや、ミス違う、お前じゃない。ロケホー一発かませ、そっちじゃねー。うわー、マスケ、いや、うまいな。サスミニミンと言ったとこか。さあ、マスケホーか。なんでマスケなんだろうね。アチャ食いとかでも薄そうなんだけどね。やっぱマイティを入れたいんだろうな。さすがミニミン、うまいっすね。さあ、オマー。お、近い。でも多分同じだ、これ。この人なんかロイフグとか使ってるイメージあるんだよな。はい、クロスでした。このね、この、あ、これやばい。ガンムシロッコスクロスくる。あ、やべ、これ。ああ、タゲはいい。熱い。でかい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 。でかい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 。しかもババが。いやー、まあちょっとやりすぎたところ、今のダメージで押されたのは結構でかいですね。まあ大砲アチャクイか、出た。空は知らん、対空なんて知らない、陸すべてに勝てばいい。クロスデッキ
大砲強いって。ナイトだったら熱いな。どうせロケなんですよね。わあマジか、それ突破してくんの。まあ、一旦耐えたい。ちょっと入るぞこれ。めっちゃちょっと。わあダメージイーブンか。怪しいなこれ。あちゃ食いが強すぎんな。そしてこの浮きがねいいな。ロケ来そう。いやー天才ロケ。いやでもロケ使ってくれたら熱いな。いや守れる。もうロイホグで受けるしかない。いやでもこれが意外と強い。しかもたまたまウッドが当たって豚がチクリチクリのピョーン。耐えれば勝ちだ。耐えれば。なんならもう防衛ロケ使ってもらって、初撃で一発かませ。これロケも回るかな、クエク。いや。こっちの方が安全ですよ、お兄さん。豚が？なんならあのスケを？えい、さあ、危ねえ。マジ、立ち食いたい方やばいよな。陸ぶっぱ、危ねえ。さあ、というわけで、こちらね、ババロイフが、まさかの結構強い。しかもチャンピオンも入ってないので、皆さんもぜひね、騙されたと思ってやってみてください。では、お疲れ様でした。